まあ、朝から2曲踊りました。そう、でも私あんまりゲリラ好きじゃないんで申し訳ないなって思いつつちょっとやってみました。夜もやれたらやりたいんですけどね。マスカラしてないからマスカラしよう。そうだね、こっからもうバタバタムードかもしれない。もうコンサートの自撮りを紙にそろそろまとめたくて、もう家だとやらないんで空き時間にカフェかどっか行って書こうかなって思ってる。出番か。出番はでもなんだろう、その例えばだけど新チームだったらチーム曲と全体曲と、あとあれだね、 VR のやつって感じかな。まあでもそれなりにみんな平等ではあるかもしれないです。そう、でもなんか3日間同じ瀬戸りじゃないからさ、そこはちょっとね大変なとこですけど、まあでも今までずっと中止になってきてやっとできるっていうコンサートじゃないですか、 AKB として。楽しみですけどね。なかなかなんだろう、 AKB としてコンサート出ることってないので。8はあるじゃないですか。
でも今日はちょっと時間があるのでカフェに行けたらいいなと思って一応化粧品検定の本も持ってきたしノートも持ってきたしだから瀬戸に書いてって感じかな。今日はちょっと自分の時間を作ろうと思っております。だから筆箱も持ってきたしちゃんと嘘じゃないよ嘘じゃないよちゃんと持ってきてるよ。ちょっと一瞬次のお仕事の電車見てきていいですか。見てきます。ちょっと待って。はい、戻ってきました。こっちなんか普通にめっちゃ眉毛下がってるんですけど、なんでそんな下がって描いてる。描いてるわ。何がダメなんだろう私の眉毛の。めっちゃ下がってる。お腹空いた。もうコンビニでおにぎり買っちゃったから、さっき食べたんです、朝ごはんに。何おにぎりにしたでしょうか。正解はサバでした。残念残念、サバでした。サバが好きで残念ながらサバ、トロサバおにぎりでした。残念。サバありますよ。サバ、そうファミマで買いました。めっちゃ美味しい。マジでファミマのトロサバおにぎり美味しい。結構ここ1年くらい売ってたら食べてるかもしれませんってくらい食べてる。食べてます。今日は結構しっかりめに髪を巻いたので、朝巻きがわりかしキープされてます。もう痛みすぎてやばいけど、目のメイクももうちょっとしっかりしようと。ファミマで売ってるお芋のタルト美味しいから食べてみて。食べる、絶対美味しい。もうタルト大好きだからタルトは嬉しい。あ、でもローソンに昨日セブン持ち帰った。やばい。ローソンに昨日カヌレ売ってました。これ買おうと思ったけど昨日も夜食べちゃいそうだったんで諦めて、今日買おうかな。カヌレ
カヌレ私は好きですね。結構カヌレにハマってるかも。カヌレハマり中女です。いや今日おはようって言ったら結構早くて、朝早く出たんですけど、ちょっとやっぱ日陰とかが小寒いって感じしない？しました。ゆうなファン歴3年です。はい、ありがとうございます。会いに来てくださいね。え、寒暖差はあれだね。だから今日長袖一応羽織るもの持ってきたけど、で戻るってやっぱロンティーとかって暑いから半袖に羽織るものって感じだね。持ってくるとしたら、でもさ、わかんないけどさ、例えばだけど推しになって、こういうのいつも話してる、どういうきっかけで押そうって思うんだろうって。なんか好きと押しって違うじゃないですか。言ってることわかります？押すってなんかなかなかさ勇気あることじゃないですか。だから出会って押しになるまでの経緯ってどんなんなんだろう。でも私もそっかな、あたんちゃんとかに好きってなってもう推しメンってなるってちょっと一緒か。でも好きになったら推しだよね。そういうものでした。なんかめっちゃ綺麗で可愛いじゃねえか。そうかな。綺麗になったのが、でも逆にいつぐらいなんだろう。わりかし最近じゃないですか。綺麗っていうか大人になったって言ったらいいんですかね。私の顔が、二重幅広くしたい。案外明確な理由ない。なるほどね。踊るときにハマる。うん。初めましてから押してた。1219日。一目惚れ。一目惚れ嬉しいかも。この人生において一目惚れってそうそうないからさ。なくない？嬉しい。でも一目惚れして性格クソだったらさ、惚れなきゃよかったって思うじゃないですか。まあ性格は綺麗な人でありたいけどね。難しいね。あーっていうかなんかめっちゃ今さら生誕グッズもらっためっちゃ今さら生誕グッズもらったんだけど
めっちゃ今更じゃない、だって半年前なんだけど半年前なんだけど、でもこういうのは実家に送るんで、そう、なんかなんならだってこのタペストリーとかいらないもん、だっていらないもん、このいらないもん私こういうの、Tシャツもね飾ってはいるんだけど家に、すっごいシンプルだね。来年はいや、だって使い道ないもん私自分のグッズ。みんなはさやっぱ推しメンだからあるかもだけど、私推しメンでもなんでもないから自分使い道なくて、違う持って、それそういう意味のいらないじゃなくて、私はそう別に自分のこと自分のグッズいらない人だから、いらないっていうこと、だから実家に送る。いつも生誕ティーは写真にしようかな、どっちがいいんだろうみんな、顔写真の方がいいのか、実家に飾るようにはしてますグッズとか。でも撮っとくのが私のなんだろう性格的にあれなんで、いつも撮っといてるグッズは。写真がいいのかイラストがいいのか、でも携帯でデザインしちゃおうと思って。でも言ってもうすぐ来そう生誕グッズ、12月1月くらいには。あ、写真の方がいいんだ、じゃあ写真でちょっとなんかデザインしてみようかな。髪色スコスコスコって久しぶりに来た、嬉しい。写真にしよっかな、じゃあ。写真よりイラスト派だな。あ、実写以外の方がいいんだ。みんなどっち派ですか？普段使いできそうなのがいい。割と二十歳のやつは結構いい感じじゃなかったですか、顔写さないで口元だけ写すっていう、あえておしゃれな、おしゃれだなってちょっと自分で思っちゃったもん。でも写真だとやっぱ白黒になっちゃうから、でも白黒が使いやすいよね。もう私そういう美術とか評価高くなかったんでできないです、絵とか配置とかできなくて。あー、写真だとオタクって感じがするからか、むずい。男性要因で考えると結構むずいね、そうなってくると。なんかイラスト描いてほしい誰かに。でもなんか色が薄紫とかがなくて、濃い紫とかしかなくて、でも個人的に薄紫とかって汗が染みちゃうの、私も汗かくし汗染みちゃうのやだなと思っていつも白か黒にしちゃう。え？
色増えたの？知らなかった。あのでも T シャツって基本夏に着るじゃん。でも夏に着たとしてもどっちにしろ汗かくから、まあ背中の汗とか脇汗とかなんか染みちゃうなっていう。なんか私あんまりカラー物の T シャツ着れなくて汗かくから。っていうのはちょっとありますね。そうなんだ。でも色増えたならちょっと考えたいところあるけどね。なんか謎に赤みたいなした時があって、なんでだろうって思って。でも赤に多分ハマってたんだと思う、その時。赤、濃い赤。マジでなんでって聞きたいくらい、あの時の自分に。そう、小豆色みたいなやつ、なんで小豆色にしたんだろうっていう、私でも分かってない。でも携帯も赤だったもん。 iPhone8 かな、8が携帯赤にしてて、もうなんでと思って。でもそういうなんかストリート系みたいなちょっと感じが好きだった時があったのよ、私にも。40分くらいにもおごろうかな。まあでも白か黒が結構無難ですよね。好きな色でもやっぱ T シャツにはしないとか、最近でも白黒ばっか買ってるかも、洋服的にも。サブ冷房でもちょっと早起きだったんで、ちょい眠です、ちょい眠。スタバ飲みたいな。私の今日ツイッター載せた写真ってもう載せてました。なんかどれ載せて載せてないか分かんなくて、でも大体似たようなショットしか撮ってなくて、これ載せたっけな、載せてないかなって思いながら載せてみたんだけど、載せてたらすいません。いや見てない本当。いや載せてないかもなって思って載せてみた。あの足を曲げてお尻のラインがちょっとエッチなのではと思って乗せてみました。意外とでもビッグワンガールズさんのオフショットが全部乗せた気がする。一通りあんまりそんなたくさんカット撮ってなくてって感じだったので、見たことあるような気がするよ。似たショットは載せてると思うけど、あの写真は載せてない気がするです。そう、朝からちょっと刺激が強いかもしれませんけど、皆様いただいてください。最近あんま出かけたりとかしなくて写真がないんだよね。そう、
でももうちょっとしたら載せようかなって思ってる写真はあるんで、はい、おお言ってたんだってなると思います。3分くらいかな。なんなら今日のしちゃおうかな。いつのせようかな。夜もできたらしますね。明日からかな。明日から多分あれだね。何かがあると思うのでよろしくお願いします。明日？うん、お腹痛くなってきた。お腹冷えちゃった。エアコンで。私が楽しみにしてるやつも始まるから。あ、何かが始まる。ここから始まる。私まださやちゃんに会えてないんですよね。そう、今日会えると思ったんだけどタイミング的にちょっと会えずだったので、明日くらいに会えそう。楽しみに待ってよ。ね、お帰り言わないと。行きません。さやちゃんちショールームやってたもん。全然声、一回電話したわ。でもさやちゃんがコロナの時に、あ、そう、舞台稽古始まってるって言ってた。お肌ツヤツヤだった。そう、いいな、私もツヤツヤになりたい。なんか私多分くすんでるんだよな。肌透明感がないって言ったらいいのかな。透明感がない気がする。透明感ってどうやったら出ますか。多分ガチガチくすみ肌が私の肌だと思う。透明感ください。ということで40分になったのでランキング読みます。13位通しみけんすうけさん、12位内葉さん、11位ケン木崎さん、10位しんすけアットマークなとりどんさん、9位まぼろしさん、8位アリービジャヤさん、7位マジックさん、6位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークなとりどんさん、5位ペロペロチーノさん、4位あかねちゃん、3位ガリ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 3000さん、2位たかちゃん、1位中山フェスタさんです。ありがとうございました。ということでまだお仕事があるのでできます。すいません、このちょっと合間に休憩やっちゃったんですけど、また夜できそうだったらやるんで、やったら見に来てください。それではバイバーイ、ありがとうございました。みんなもお仕事頑張ってね。バイバーイ。